はい、皆さんこんにちは、アムティ先生です。今日はプロクリエイトでおしゃれな文字を書く方法を紹介していきます。こんな感じの細書きの日本語文字を書きたいときにかなり使えるんですけども、こういう文字が書けるプロクリエイトのブラシをですね、私新しく作ったので、今日はちょっとそれを紹介していきたいと思います。でこんな感じの画像とかと組み合わせてもすっごい使いやすいですし、ちょっとしたバナーとかね、フライヤーとかにも使ってもらえると思います。でこんな感じでちょっとあえて外してゆるくさらっと書くような感じの表現を出したいときにめっちゃ使えるんじゃないかなと思います。あとはね、この自分で書いた文字自体をロゴ化するとかもねできるので、ぜひ皆さんにもですね使っていただければと思います。概要欄のところから私の EC サイトに飛べるので、そこからこのプロクリエイトのブラシダウンロードできるようになっているので、ぜひダウンロードしてみてください。今日はちょっとこの書き方のコツなんかを紹介できたらと思ってます。はい、で使い方なんですけど、EC サイトからダウンロードしてもらったファイルをタップして開くと、プロクリエイトが勝手に立ち上がります。で右上のブラシパネルを開くとですね、この読み込んだブラシっていうフォルダが一番下の方にあるので、その中にこのプロクリエイターのブラシですね、アミティ J スクリプトっていう新しいブラシが入ってると思うので、これを使っていきます。でブラシの感じなんですけど、こんな感じで細めの滑らかな感じに作っています。ちょっとねズームすると少しジャギーなテクスチャーとかも見えてくると思います。で一応ねデフォルトでこういう細書きのペンみたいなの入ってるんですけど、それよりももっとストローク長くして、こういう羽とか払いみたいな最後の部分ですね、こういうのが普通のよりもかっこよく弾けるように作ってあります。なのでこのブラシ使ってちょっと文字書きたいときは、この払いをですねすっと長く弾いてあげるといいと思います。まあ人によってね、この文字の癖とかもあると思うんですけど、この文字を書いて最後ですね、止めるんじゃなくて、キュッと止めるんじゃなくて、スーッと伸ばしてあげる感じです。そうするとすごい、よくあるね、ポスターとかにさらって書いてあるような、手書き風文字が作れるかなと思います。はい、でまあこんな感じでちょっとかっこいいコピー文をですね考えて、皆さんも書いてみてください。私はですねちょっともう最近お酒飲まずにちょっと体作り頑張ってるので、お酒はね一旦禁酒してるんですけども、昔好きだったコピーライターの人がこの昼間から飲んでも許される海が好きっていうのを考えてらっしゃって、あめっちゃいいなと思ってね、これ書いてみたいなと思ったんですけど、まあそんな感じでね、お気に入りの文章とかぜひね皆さん書いてみてください。で書いてるとこのベースラインがですねちょっと右斜め上にね傾いてきちゃったりとか、逆に落ちてきちゃったりとかねするんですよね。私もね癖でこう右斜め上にちょっと傾いて書いちゃう癖があって、そういう人はですねガイドっていうのを使うと綺麗にまっすぐ書けるようになります。でガイドはですね左上のアクションボタンの、キャンバスっていうところの下のところですね、描画ガイドっていうのがあるので、これをオンにして、その下にですね編集描画ガイドっていうのがあります。でこれを押すと、今ね画面の中にグリッドがちょっと見えにくいかもしれないんですけど、グリッドが表示されてて、これの不透明度だったりとか色とかコマの大きさとかを決めれるので、これでちょっと薄くねグリッドを表示させといてあげて、でそのグリッドのに沿ってですねまっすぐこう書いてあげる。でそうするとこんな感じでしっかりベースラインに沿ってまっすぐ書けるようになります。であとコツとしては、ちょっと大きく書きすぎたなと思ったら、消さないでもう矢印ボタンでこうやって小さくして左にちょっと寄せます。でブラシのサイズちょっと小さくして、で書き続けるっていう風に私はやってますね。一回一回ね消しちゃうと、せっかくうまい文字を書けた時にもったいないので、消さずに矢印ボタンで小さくしたりちょっと変形したりして、で新しい文字を書き進めるっていう風に私はしてます。でこんな感じで書けたら、最後もちょっと位置調節とかをねしてあげるといいです。今ちょっと左にね文字が寄っちゃってるので、それをこの選択ツールで囲って矢印ツールに持ち替えて、ちょっと中央線にねこんな感じで中心揃いになるように移動させてあげる。で一番最後の行もですね、これも真ん中に寄せます。こんな感じかな。はい、これで大丈夫です。こうするとすごく整った綺麗な印象になるかなと思います。で今黒色で文字書いたんですけど、これを白に簡単に変換させる方法を紹介します。ちょっとこれ描画モードがオンになっているので、これ一旦オフにします。
で、レイヤーパネル、ここ見てもらうと一番上のやつがこの文字のやつですね。これ一旦複製します。左にスワイプして複製してください。そうすると同じものがね、上に乗っかってるような状態になるので、一個だけね、一番上のやつだけ表示させてください。で、背景黒にします。で、この一番上ですね、表示させてるレイヤータッチして、下の方に反転っていうのがあるので、これを押してください。で、そうすると、黒色の反対は白ですよね。なので色が反転します。こうすると簡単に白黒の、バージョンがね、2個作れると思うので、こんな感じで一旦ね、あの黒で描いちゃって、それから後から白にするっていう風にすればいいと思います。で、ここからですね、ちょっと書き出して違うアプリに持っていく方法を紹介したいんですけど、この白をですね、書き出すので、背景をこう透明にしてください。背景の表示を非表示にしてもらって、そしたら背景透明になるので、この状態で書き出していきます。共有のところからピング書き出しです。ピングでお願いします。JPEG だと背景がついちゃうんですけど、ピングだと背景透明で書き出しすることができるので、ピングで書き出してください。で、そうすると今ね、写真アプリに入ってるんですけど、ちょっとこれ透明だから分かんないですね。ちょっと透けてますね。はい、で、これをちょっと違うアプリに持っていくので、今回はイラストレーター iPad 版に持っていきましょうか。アプリ自体は何でもいいです。キャンバーね、この前紹介したキャンバーとかでもいいし、アフィニティデザイナーとかでも大丈夫です。で、今回はちょっとキャンバス、1280×800 のやつでファイル作成して、まず画像をね、ちょっと貼り付けまして、で、その上からさらにさっきの、白文字のやつですね、それも貼り付けます。で、まあ、こんな感じでサイズ調節したりとか位置調節したりとかして、綺麗なレイアウトをね、組んでもらえればいいと思います。一応ね、プロクリエイトでも写真を乗っけて文字をね、こう移動させるとかもできるんですけど、プロクリエイトでやっちゃうと、サイズを大きくしたり小さくしたりっていうのを何回もやってるとですね、画像とかがガビガビになったり、この文字がガビガビになってきたりするんですよ。なので、こういうレイアウトデザインを組みたいときは、できるだけこういうベクターとかポスターを作るためのアプリ、イラストレーター iPad とか、アフィニティデザイナー、アフィニティフォト、あとはキャンバとかね、あといろいろあるんですけど、まあそういうのを使っていただけるようにすればいいと思います。プロクリエイトはあくまでイラストを描くためとか文字を描くためのものであって、それを使って何か別のものを作りたいっていうときは、できるだけ書き出してね、使うようにしてください。はい、ということで今日はこんな感じで完成にしたいと思います。皆さんいかがだったでしょうか。本当にね、初心者の方でもこうすっと綺麗な文字が書けると思うので、ぜひ何回か練習して皆さんもね、おしゃれな文字書いてみてください。で、できればこういう画像とかとね、合わせるとさらに完成度上がるので、ちょっとね、上級者の方はぜひトライしてみてください。で、概要欄のところにですね、私の EC サイトのリンク貼ってあるので、そこからジャンプしてもらえれば、このプロクリエイトのブラシダウンロードできるようになっているので、そこからジャンプしてください。で、ぜひね、なんか作品とか作ったら、アミティ先生のハッシュタグつけて Twitter とか Instagram に投稿してもらえると、私見に行けるので、ぜひできる人は投稿してもらえると嬉しいなというふうに思います。はい、ということで、今日は以上にしたいと思います。よかったらいいねボタンもお願いします。ということで、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。